はい、こんにちは、グリードです。新作コールオブデューティーの情報がたくさんね解禁されたので一緒に見ていこうかなと思います。ウォーゾーンのゲーム内イベントにて、新作のコールオブデューティーモダンオフェア3の公開イベントが開催されました。ちょっと深夜の時間帯だったんで、最近ちょっと僕夜中しっかり寝てるのでプレイはしなかったんですけど、前にねバンガードの時にあったような、まあウォーゾーン内でミッションクリアして、ストーリーのトレーラーが最後に流れるっていうやつで、まあチャレンジ完了すると新武器とかが今回もらえたみたいですね。それでは新作の情報を見ていきましょう。まずキャンペーンモード、キャンペーンのストーリーに関してはモダン2から直接的につながる物語らしいですね。まあモダン2のさ、確かキャンペーンすごいもう続く前提で終わったから気になるところで終わりましたよね。確かウラジミール・マカロフの勢力との対決というわけで、マカロフ復活と。これは昔からのねモダンファンはすごく楽しみな展開になりそうですね。でオープンコンバットミッションっていう、まあゲーム内、そのキャンペーンのゲーム内での選択肢が大幅に拡大するらしいですね。まあステルスやったりビーグル活用したり、その好みの方法でクリアが目指せるようになると。次にゾンビモード、まさかのモダン系としては初かな、ゾンビモード追加というわけで、シリーズ史上、最大規模のオープンワールドゾンビマップ、開発はトライアーチ。そう、今回ですねこのモダン3ね、歴代最大規模の合作作品になりそうですね。そう、皆さん例えばこうブラックオプスシリーズはトライアーチみたいなね、バンガードはスレッジハンマーみたいな風に想像すると思うんですけど、 COD って基本的にまあ合作で作るんですよね。旧モダン3もまあインフィニティワードね開発ですけど、まあそのスレッジハンマーも関わってたりしますね。次にマルチプレイヤーの情報です。コールオブデューティーモダンオフェア2、2009年版、その旧モダン2ですね、の16マップがリマスター化されます。これに関してはその今のこのモダン2がリリースされる時に、まあ旧モダン2のマップ全部復活させるよって言ってたので、あとウォーゾーンでもさすでにさいろんなモダン2のマップがあるんですよね、各所に。だからもうすでにできてたんだと思います。他には新ゲームモード、カットスロートだったり 3v3v3 のモードかな、でバトルマップ3種とか、あとウォーモード復活、ワールドウォー2にあったウォーモードですね。そしてマルチプレイヤーの、ゲームシステムがちょっとかなり変わりそうですね。タクティカルスタンスっていう腰打ちと ADS の中間のような動作が追加だったり、ガンスミスもさらに自分好みになるとかね。そう、最近僕ね実銃に興味が出始めていろんな海外の動画見てるんですけど、そうなってからねこのモダン2のさガンスミスがもうえらい楽しくなっちゃって、最初はねこうモダン2のアタッチメント多すぎてなんじゃこりゃって思ってたんですけど、少しこう銃に興味出始めるとねいろんなカスタマイズが自分好みにできるんで、あーなんかこう銃大好きなアメリカ人がねこういうところにハマってるのかなっていうのがなんか分かりましたね。その銃カスタマイズがさらに自分好みになるっていうところで、これは非常に楽しみであります。でマルチプレイの新機能というより復活かな、マップ投票復活、クラシックミニマップ、レーダーに赤点が、ミニマップに赤点が出るようになる、パークシステムも進化、体力が150など、これはねなんか意外でしたね。まあマップ投票はすごく嬉しい。でクラシックミニマップね、最近のさ FPS は赤点がないのがね、ミニマップに赤点が表示されないのがデフォルトに化してて、モダン2もね、そっちに流れたんですけど、まさかここに来てミニマップ復活と。これはどういうことなんだろうな。ウォーゾーンは今のままでマルチプレイだけ赤点が出るようにするんですかね、もしかして。今の COD の人口割合的には、もう世界的に見たらウォーゾーンが確か7割近くで、他マルチプレイヤーらしいんですけど、だからもう COD のメイン人口はウォーゾーンになってて、多分若い子たちはウォーゾーンやってるんですよね。でこう昔からのファンがマルチをやってるような状態だから、その昔からのファンに向けて赤点復活っていうことなのかな。もしかしたらウォーゾーンはそのままになるかもしれないですね。ちなみにこの COD の人口割合、多分日本逆な気がします。日本はマルチが多分もう7割とか8割ぐらいいってて、残りウォーゾーンのような多分結構世界と真逆な状態かもしれないですね今。で体力が150になるっていう、これはちょっと心配かな。モダンフェアのいいところって基本的にキルタイムが低めで、どんな武器使ってもある程度ね戦えるというか、
武器性能差がそこまでないっていうところだったんですけど、体力が150とかキルタイムが長くなるとね、結構こう全く使えない武器とかなんかそういうのがね出てきやすいんですよね。そこが心配かな。次にスライディングキャンセル、リロードキャンセル復活。いやこれ嬉しいですね。で今はちょっとスライディング弱すぎる気もするから、かといって前作のようなねスライディングキャンセルは強すぎるので、まあ、その間を取るようなまあいいバランスのスライディングを見つけてほしいですね。モダン2からのコンテンツ引き継ぎですね。武器、迷彩、スキン。これはね、もともとリークされてました。最後に、モダン3の価格ですけど、スタンダード版9800円。偽造版が13390円。あれ?高いと思って、これってどういうこと?って思ったんですけど、ちなみにこれ海外版の海外価格表示すると、通常版70ドル、秘蔵版100ドルというわけで、もうこれ綺麗な、わかりますよね、これ。めっちゃ円安のせいですよね、これ。まあ、昔よりさ、こう、物価も上がってるので、ね、5年前、10年前と比べてゲームソフトの価格も上がってきてるはいるんですけど、いや、これは綺麗な円安ですよね。でも通常版で1万円超えないっていうのは、今のその円とドルのレート的に1万円以上になってもおかしくないんですよね。それなのに1万円超えてないってことは、多分日本のアクティビジョンさんが1万円を超えないようになんとか9800円にしてくれたような感じが読み取れますね。で皆さんあれって思いましたよね。僕前回なんかさ、今回のモダン3は DLC というかアップグレード、アップデートみたいなもんだろうって言ってたんですけど、大きく外れました。もともとこうモダン2は2年サービスだって言われてたじゃないですか。あれって別に公式発表じゃなかったらしいんですよ。なんかどっかのメディアがそんなこと言っちゃって、それが広まったみたいな。で、公式のそのモダン2がリリースされた時のこの発表としては、モダン2は中間でこう有料のアップデート版みたいな DLC みたいなものを出すって言ってたんですね、確か。でも多分それがいろいろあってこうね、アップデートとしてモダン3を作ってたけど、意外とこうなんかゲームシステムもちょっと変わってきたし、コンテンツ量も大きくなってきたから、多分新作として出すっていう流れに変更したのかな。いやーでもね、マルチプレイヤーのその内容、まあまだゲームプレイも出てないけど、内容はすごく楽しみな内容ですよね。マップ復活だったり、マップ投票とかレーダーとかね、スライディングキャンセルリロードとかね、旧マップ、そう旧マップ、いやーこれね、僕モダン2、旧作のモダン2がほんと大好きな作品だから、いやーこの15年ぶりぐらいにしてね、ね、最新の COD で昔のモダン2ができるっていうのがもう、いやめっちゃ楽しみですね。これウォーゾーンはどうなるんだろうね。今の COD はウォーゾーンがもうメインになってるんだけど、そのスライディングキャンセルとかそのキャラコンの仕様をもうウォーゾーンは変わるのかな、モダン3に合わせるってことですよね多分。前作のウォーゾーンの話をするとね、まあウォーゾーンっていうのはモダンウォーフェアの2019の時に追加されたね、バトラーモードなんですけど、で最初はね、多分そのウォーゾーンがヒットするなんて思ってなかったんですよ、もちろん。ここまであくまでモダンウォーフェアの追加というかバトラーモードとしてウォーゾーンを出したら、それが思った以上にヒットして、COD のメイン人口になってしまったと。で、その後に出たブラックオプスコールドウォーとかバンガードですね。その2つの作品って、ウォーゾーンがここまでメインになってると想定してない作品なんですよね。だからいろいろこう武器の仕様だったり、キャラコンの仕様だったり、だいぶおかしな点がいっぱいあるんですよ。ウォーゾーンとね、ゲームエンジンが違ってキャラコンが違うとか、あと武器がウォーゾーンの AK-47 がなんか3本ぐらいになっちゃうとか。だけど今のこのウォーゾーン2と、モダン2、モダン3っていうのはウォーゾーンのことも考えて多分作られてるので、そのマルチとウォーゾーンのバランスというかね、キャラコンを同じにしたりとか武器を同じにしたりとか、その辺はね多分考えて前提として作ってると思うんで、モダン3とウォーゾーン2のキャラコンが全然違うとか、そういうことはないと思うんすよね。どうなんすかね。まあ、ないとは思うんだよな。そして、コールオブデューティは今年で20周年ですから、なんかこう、特別なイベントあるのかなっていうのも期待してますね。
モダン3リリース日は11月10日かな。まだちょっと先ですけど、まあベータとかがまた10月とかに来るんじゃないかなと思います。来月はスターフィールドが発売されるので、僕もスターフィールドハイジになってそうですけどね。それではお疲れ様でした。バイバイ。Voice like what the fuck?